こんにちは、まーです。今回はヘルシーなパンケーキの作り方を紹介していきます。朝食にぴったりでとっても美味しいので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。今回のパンケーキはこちらの材料を使って作っていきます。パンケーキミックス、オートミール、無調整豆乳、豆乳おからパウダーです。パンケーキミックスはちょっと珍しいものなんですが、食物繊維たっぷりのものを使います。オートミールも食物繊維がたっぷりで、鉄分やビタミンが摂取できます。豆乳おからパウダーはタンパク質がたっぷり取れるので、朝食にぴったりの材料になっています。これらは常にストックとしてお家に置いてあります。今回作るパンケーキのカロリーを計算してみたところ、252.5kcalですかね。私の計算が合っていれば。パンケーキミックス 50g。で、豆乳 70cc 入れます。オートミールも追加しちゃいます。あ、10g 程度ですね。追加して、で、しっかり混ぜて、よいしょ。まあ、だいたい5分、6分ぐらい休ませます。オリーブオイルで焼きます。160度ぐらいに温めます。ゆっくり2分ぐらい焼いて、こっちで目玉焼き作ります。焼きます。ボウルに、やばい、結構流れた。この上に来てほしい。プツプツしてきたので、ひっくり返します。くっつければどうにかなる。まず割れちゃったので下にします。はい、2枚できました。へい、お、おいしそう。卵焼きに塩コショウを。サラダはね、ちょっとオリーブオイルかける。
オリーブオイルかけて、ね、もう一回サラダにもかけます。よし、はい、朝ごはん出来上がり。ちょっと海外っぽいパンケーキをイメージしました。いただきます。今回使ったパンケーキミックスはたまたまねスーパーに売ってた結構体にいいパンケーキミックスっていうんですかね。普通のパンケーキミックスはもう今もねスーパーに売ってないので、ちょっと変わったパンケーキミックスを買ってみました。いただきます。うん、本当はね今日パン買いに行くか迷ったんですけど、やっぱこういう手作りの方がいいかなと思って、今回朝からパンケーキ作ってみました。やっぱ運動もしてるのでタンパク質をしっかり取らないと筋肉が育ってくれないので、今回ね目玉焼き2つ、あとはおからパウダーと豆乳も入れたので、かなりタンパク質豊富な朝食になっています。このグラスはね楽天で買ったと思います。レトログラスシリーズみたいな感じで売られてました。めっちゃ可愛くないですか。今回のパンケーキはパンケーキミックスも 50g しか使ってないので結構カロリー控えめになっています。でね、おからパウダーとか豆乳とかオートミールとか家にあるヘルシーなもの全部詰め込んで焼いただけなので、すごく簡単なのでお家に材料がある方は真似してみてください。それではまた見てください。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。